どうもー、今日も笑ってはいけないをやっていきたいと思うんですけど、じゃあお前なんか誰かが持ってきたっていう笑ってはいけないネタ。誰やねん。誰お前かい。さっと出ろ言うたって。今日は、はい、笑ってはいけない上下関係でやっていこうかなと思います。いや同級生ですけど、そう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 、やっぱり先輩との付き合いでちょっと、うん、変わるやん、うん、ガチで怖い先輩とか、はいはいはい、そういうのをちょっと見せていこうかなって。なるほど、うん、上下関係を見せていきたいな、うん、一番先輩行きたい人とかおる？な、俺行っていい？ヤンキーってこと？ヤンキー。オッケーオッケー。じゃあその同級生やけどいじられてる。で俺が番長や。番長、うん、まあ一緒のグループやけど、まあまあそんな喧嘩強くもないし。そうです、まあまあ、な、年下行こうか。行くわ。うん、後輩な。高3でいい？うん、高2。高1。高1、うん、近所の兄ちゃんにしようか。あ、高2の。高2の。高1な。オッケー。おはようございます。おはようございます。飯食うたん？食いました。何食うたん？チンジャオロース。あ、そう。チンジャオロース、うん、ちょっとやってや。ちょっとやってや。ん？ちょっとやります。チンジャオロース、チンジャオロースを食べるよ。やってんねん。おもろい？全然おもろない。もう一回やってやん。いや、できますやん。先輩もできますやん。笑ってんねん。チンジャオロースできます。笑ってんねん。わからん。お前誰？あ、僕、田中です。よろしくお願いします。田中？はい。田中っぽいやん。あ、そうですよ。なんか田中が親は。田中っぽいな。よく言われる。下の親は？ゆうまです。あ、ぽいわー。ゆうまですか？うん。ありがとうございます。なんか一発ギャグやるよ。あ、誰が好きですか、芸人さん。いや、なんか、ほんま、ノンスタイルしか見ん。あ、そうなんです。誰見ます？かまいたち。かまいたちさん一発ギャグっすね。うん、オッケー。タバコ吸ってんの？タバコ吸ってないっす。吸ってない？はい。右肘、左肘、両肘合わせてこのまま合点承知。言ってんねん。すいません、ごめんなさい。すいません、うん、難しい。え、もう終わりなの？あ、まだ終わらないです。え、なん、はい、びっくりした。はい、ユーマよかった。ありがとうございます。ユーマよかった。右肘、左肘合わせて合点承知からのハンドマスタージロー、イエー。うーん、全然上がんない。え、うん、すいません。じゃあ見したってや。ちだりって。いつものやつ。ちだりって。マジか。いいすか。ちだりって、うん、お前やるよ。あ、いや、めっちゃ聞いてるんですよ。誰言ってもやるよ。いつものやつ。ってや、アボカドのやつ。アボカドっすよね。ってやれ、見してくださいよ。誰、やれやれって。ガチでやれ。ガチやん。経験あるよ。お前だけいつもキャラの経験ありやで。いじられとかオタクとかは。どんな道通ってきてんねん。こんな忙しいな。こういう感じね。なるほどなるほど。なんか未知なとこも行きたいな。行きたいな、うん、もう社長と部下。ああ、いいな、うん、いいな。全然分かれへんやん。就職したことない。そうやな、やってみようか。社長、部長、課長、係長やな。うん、社員とか、うん、誰か行く？社長一回行ってみようかな。じゃあマジ落ち着いてるもんな。社長、課長行くわ。部長の下、うん、3番じゃあ部長行こうかな。な、俺平、まあ、うん、一番新人の。そうやな、うん、設定ないでしょ。まあ居酒屋ちゃう。でも居酒屋大体は。はい、じゃあ乾杯しようか。あ、お願いします。失礼します。じゃあ部長温度取ってくれる？いいですか。はい、じゃあこれからもこの会社の健康を祈ってよっ。乾杯。ありがとうございます。いただきます。いただきます。はい、いただきます。うっす、はい、うっす、すいません、いただきます。うっす、すいません、いただきます。うい、いっぱい飲もう。やめてくださいよ。やめてくださいよ。やめてください。いやいや、やめてくださいよ。いただきます。うまいっすね。うまいな。やっぱ仲良さそうじゃん。いやいや、仲良さそうじゃん。こいつめっちゃおもろいんですよ。あ、そうなん。こいつめっちゃおもろいんですよ。何でもできますよ。マジ社長、じゃあ一発ギャグしよう。そんな言ってへんやろ。一発ギャグだ。フランって。さすがに社長。
ヤンキーのまんまやん。やめるわ俺この。さっきのやつやん。あーお前めっちゃやめる。ポチクしてなったことないか分からんな、やっぱり。それ分かるやん、大体。もう50、60やから、社長やから、さすがに。頭おかしいな。むずいな。いいよ。なんか好きなもん頼みやじゃん。あ、いいですか。うん。なんか頼まれますか。あ、もう何でも任せるよ。何でもいいですか。食いたいもん、これ。あ、いいですか。うん。肉食べれます。あ、もう何でも頼みって。あ、ほんまですか。すいません。すいません、すいません。あの、サラダと、サラダいきます。あ、いけるよ。はい、あと焼き鳥の盛り合わせ、はい、10本、はい、以上で。もっと頼めよ。もっと頼めよ。なんてそんな。何もっと頼めよ。なんの、お前が言わなあかんじゃん。お前が言わなあかんじゃん。お前が言わなあかんやろ。気づかなかったです。ゆっくり食べていくんかなって、すいません。いや、もう初めにガーン頼んだ方がええやろ。あ、徐々になんかなっていう。やっぱ長くみんなといたいんで、僕。え、ちょいちょい、別に量注文しようが変わらんやん、そんなに。あー、すいません、なんか、うん、冷えちゃうかなとか考えちゃって。いや、もう春減ってる、社長も。終わってほしくないよな。終わってほしくないです。はい、長くなるかいけるよ、うん、いいですか。うん、もういっぱい頼みよ。帰られへんで、自分。うん、わかりました。うん、あと手羽先、うん、はい、で、あと軟骨の唐揚げ、うん、はい。え、部長と課長仲いいの？マジで仲いいですよ。仲いいの？めちゃくちゃね、よく飲みにも。そう、行きますよ。え、連れてってくださいよ。いや、おもんないんけ、お前。いや、おもろいっすよ。こいつめっちゃおもろいんすよ。あ、マジっすか、うん、マジっすか。めちゃくちゃやもん。弱いって社長なってもうたやん。あら、もういい社長やけどな。いい社長やな、社長。腰低い。女関係ってどんなんなんかな。なんかあ、気になるな。女関係。キャバクラとかってこと。うん、うわぁ、もうすっごいしてそうやな。ギス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 。ちょっとやってみよう。うん、知らん世界やな、そこ、うん。ナンバーワンとかなんかな、一番上ってじゃあ。いや。歴か。そう。だから歴はめっちゃ浅いけど、うん、新人でめっちゃエース。ナンバーワンの売れっ子。うんうん、チャネ行きや。お、チャネ。エース。で、年少やけど、ナンバーワン。ナンバー、うん、うわ、これギスギスすんな。するよ。じゃあ俺最年長で中堅ぐらいの。その取り巻きというか。あ、はいはいはい。このお姉さん、ついてきました、うん、みたいな、うん。はいはいはい。じゃあ俺ナンバーツー行くわ。あ、じゃあナンバーツーで、俺たちと仲いいみたいな。あ、もうちょっと3-1上手にしてくれ。孤立。はいはい。シンデレラやな。シンデレラ。あんた突っ立ってないで。はい。掃除とかしなさいよ。あ、すいません。本当よ。さっきしました。調子乗ってんの？いや、乗ってないです。さっきしました。ナンバーワンになったからって。いや、全然してないです。あんた、私の曲取らないでよ。いや、その変な色気使ってるのかって知らないけどよ。そのつもりはないです、全然。どうせ体とか触らしてるんでしょ。いや、そんなことないです。包茎ブス。そんなこともないです、大丈夫。お酒も飲めないのに。そんなことないです。今度なんかご飯とか行きません？行かないよ。は、行かねえわブス。言っとくけど私の方が歴長いからね。あ、知ってますよ。本当の名前なんていうの？ホケコです。なんて？ホケコです。ホケコ。はい。何それ？マジブス。すいません、親の顔が見てみたい。あ、死にました。知らないわ。あ、どうせ親もろくな親じゃなかったんでしょうね。そんなことないです。とイライラする。この職業コツとかってあるんですか？あんたに教えることなんてないだよ。すいません、ごめんなさい。マナミの邪魔しないでくれる。胸寄せてんだから。全然寄らないわよ。はい、名前なんて言うんですか？ミケ。ミケ。ミケ。猫が好きなんですか？そうよ。あ、そういうことか。名前なんて言うんですか？シーラカンス。シーラカンス。シーラカンスがずっと1位だったんだよ。あんたが来たからよ。それでも切磋琢磨していきましょう。どうせ枕やってんでしょ。やってません。やってるよ。やってません。やってます。やってません。はいはい。なんか匂うからちょっと出て行ってくれない？なんでですか？匂うんだけど。何の匂いですか？安い香水使ってんのが匂ってるんです。そんな。やって
るってお前だけ通ってない常にお前やってるって忙しいやろ通ってない実はやってるってお前だけ人生ハードモードすぎるやろ出るよお前もうオタクヤンキーキャバ嬢ハードモードすぎるなんだ出会うのよいや面接とかどう集団に近いが22とか、うん、こういうことやはいはい、はい社長副社長みたいなはいはいコンマンとかはいはいはいいいかもねもうじゃあこっちが面接受ける感は受けるうんそれでは、面接の方を始めさせていただきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは、僕から見て、左の方はいお名前をお願いしますはい、クリス祐希ですはい後藤陸ですはい、では志望動機の方をそれぞれお願いしますはい御社の、企業理念に、ビタッと心打たれ志望させていただきました社長のスローガンこの街を良くしようというエコ活動に僕はとてもすいません申し訳ございませんはい社長の会社のスローガンであすいません社長の会社のスローガンであるこの街をきれいにしようというエコー運動に関してとても関心が持ちまして、はい、頑張りたいなと思いましたはいそれではですねこの会社に入った時に、どういう活動をしていけるか、それぞれの気持ちをお願いします言われたことは何でもできます何でも任せてくださいどういった活動をされたいですか何でもしますこの会社を良くしてくれると良くします楽しみですはい、はい、私は先ほども述べた通りこの会社でこの街をきれいにしていくエコ活動エコ活動クリーニングアップ運動こちらにとても興味がありますのでこちらの分野に力を入れさせていただければ幸いでございます分かりましたでは社長から一言、はい、お願いしますはい命って知ってる？はい、知ってます。知ってる。存じ上げております、はい。命をどうやって消化していくか知ってる？行動ですか？違う。常日頃から会社に。違う。できる？それ勝った人が採用。ちょっと待ってください。はい。今ここで喧嘩をするということでしょうか？その理由は？命を燃やせるかどうかこの会社に命をかけれるかどうかだ一発ギャグ大会一発ギャグ社長はい今日もですかはいやらさせてくださいわかりました、はい、お願いします委員長自分は、先ほどの志望動機でも言わせてもらった通り、言われたことは何でもやるということだ何か一つ単語を言ってもらえればそこから一発芸をすることができますこれ楽しめそうですお願いしますじゃあ四角形四角形だと思ったら三角形これブーメランありがとうございます即興が持ち味ですかねそうですね臨機応変なところを見ていただけたら嬉しいと思いますよろしくお願いしますはい、はい、僕はギャグを2兆個持っておりますだから何か、頭文字を一ついただけますかアーからウンまでで何にしますかフェフェフェフアーからウンまでの50音、うん、だからなんで、うん、すいませんフェはないフェありますフェあるはいフェありますはいで行こうか行きますうわフェラーリだとは思ってたけどアザラシじゃないかエイトさんで香水はい歌っていただきたいと思いますはいなるほどなるほど2カート懐かしいわ
これはなったな。あ、懐かしい。夜中にいきなりさ、いつ空いてるのって LINE。 君とはもう3年くらい会ってないのに、どうしたの。あの頃う僕たちはさ、海にいてはたたぶくあー浸って。ちょっと待ってね。燃えて終わったから終わりたい。ちょっと待って、もう終わってるから。痛いのが強いんだ、やめられたいって。燃えて熱いた、熱いし。ちょっと待って、これな、何してんそれ。歌ってよーし、歌って。どうし、これ歌い切った1万円何さ。タバコなんかくわえでして、悲しくないよ悲しくないよ、君が変わっただ、涙一つも出なくてさ。別に君を求めないけど、横にいられると思い出す、君のドルチェ&ガバナー。